こちらはウォルター、現在マークとプラッツです。トニオとウォルター以外は外をチェックしろ。こちらトニオ、発見しました。ローザレーネに間違いありません。横の若いのはフリードリッヒ・ホフマンだな。はい、最近正式にメンバーに加わった男です。いずれにせよまだアマチュアだな。よし、尾行を続けろ。待てトニオ、カメラを戻せ。変な男がローザたちに近づいています。仲間か？あんな男は RF にはいないぞ。じゃあ同業者か。素人臭いな。ウォルター、トニオ、尾行は中止だ。しかし。仕方あるまい。その妙な男に引っかき回されて全てお釈迦になるよりマシだろ。ちょうどいい、その男をお茶に招待してくれ。ポインターですね。ああ、最高の猟犬だよ。音もなく忍び寄り、何時間でも獲物をポイントする。吠えもしなければ襲いもしない。ただ静かに監視するだけだ。俺たちみたいにな。ま、とにかく座りたまえ。それで君は一体何者だね。なぜ我々の仕事の邪魔をする？邪魔なんて。ああ、こういうものです。保健調査員、太一平賀キートン。すると君はオプか？ええ、ロイズ保険からの依頼でローザレーネを調査してまして。いや、しかし皆さんが賞金稼ぎとは、そういう職業があるってことは聞いていましたが。ローザレーネ、ドイツ赤軍 RAF の幹部、27歳。レーネ財閥三女でありながら、ラムスタイン空軍基地爆破、その他7件のテロに関与、重要指名手配犯だ。我々にとったら格好な獲物だが、保険会社のオープンが関わるには少々危険すぎる人物だとは思わんかね。確かにローザはテロリストです。しかし今彼女は運動に疲れ果て、自首したがっています。つまり家族に助けを求めてきたというわけか？はい、ロイズ保険はレーネ財閥と関係が深いんで。自首も何も、ローザ1週間以内に我々が捕まえる。ドイツの法律では自首した方が逮捕されるよりもずっと罪が軽くなるんですよ。彼女の首は5万マルクだぞ。ローザだけじゃない、ハジトにはトマス・ミューラー、アウグスト・エトか。その上もう一人、とんでもない大物が来るという情報を掴んでいるんだ。大物？今彼女が姿を消してみろ。彼らはアジトを引き払い、我々は総額100万マルクを棒に振る。アジトを突き止めて一網打尽にするつもりですか？アマチュアだな。我々には逮捕権なんてない。賞金稼ぎはそっと背後に回り込み、当局に通報するだけだ。君には手を引いてもらいたい。つまり私の出る幕はないということですね。当たり前だ。相手は超一級のテロリストなんだぞ。どう見てもあんた、暴力の世界で生きてきた人間には見えない。わかりました。今日のところはこれで失礼します。おい、今日のところはって。これはすごい AV 機器だ。メンバーは全部で7人、いや8人ですか。これじゃ賞金稼がなきゃ元が取れませんよね。それじゃ。ジョン、あの男を監視しろ。え、あんな小物わざわざ？その小物に我々の仕事の邪魔をされたくないんだ。つけました。トマス・ミューラーです。尾行開始します。
奴は尾行を想定していますね。上がった途端に下へ向かっていました。あとは頼む、ウォルト。アウグスト・エトカーだ。これでローザ、ミューラー、ホフマン、4人揃った。こちらマイケル、確認した。こちらウォルター、確認。どうやらそこがアジトに間違いなさそうだな。残るはあと1人ですね。くれぐれも慎重に行動するんだ。わかって。お、あいつ。どうした、ウォルター。キートンです。キートンがアジトの近くに。何？ジョン、聞こえるか？は、はい。お前、キートンを見張ってたんじゃないのか？それが…見失ったんだな。はい。なぜ報告せん？すいません。もういい。みんなに合流しろ。はい。ああ。ミスター・キートン、実に見事だ。尾行を巻いた上、我々をつけるとは。ま、素人にしては上出来だよ。あなたはリトル・ビッグマンじゃないですか？思い出したんです。スコットランドヤードに小さな巨人とあだ名された天才刑事部長がいたこと。名前は確かピトック。7年ほど前に何かトラブルがあって辞めたって聞いていましたが。だとしたらどうだというんだ。それが私の弱みになるとでも思っているのかね。とんでもない。ただそんなプロ中のプロであるあなたが狙っている大物って、もしかしてハインツ・ベッカーじゃないかって思いまして。彼なら世界のテロリストの中でも超A級、賞金額も100万マルクはくだらない。君に答える義務はない。そうもいかないんです。今日レーネ家から連絡がありました。彼女を裏切り者としてリンチにかけられるらしいんです。あなたが小さな巨人と呼ばれたように、ベッカーにも呼び名があるのをご存知ですか？テロ社会の首吊り判事か。彼が来ればローザは殺されます。その前に我々が当局に奴らを売るさ。とにかく奴らのアジトには二度と近づかんでくれ。ちょっと気になったんですが、あなた方の監視法一箇所弱点があります。ウォルターって人がいる裏の空き地ですがね、あれでは見つけてくれって言ってるようなもんです。おお、狩猟のプロにアドバイスをくれるってわけか。異常なしと。なかなか現れんな、ベッカーのやつ。とにかく慎重な男らしいからな。ウォルター、調子はどうだ？横になって昼寝でもしたい気分だよ。もう少し我慢しろ。後で交代要員を派遣する。警察に通報しなければ釈放すると言っている。頼む、彼らの言う通りにしてくれ。14時15分に入ったウォルターからの通信です。どうします？奴らの言いなりになってもウォルターは殺されますよ。我々だけで助けるしかあるまい。そうでなくちゃ。やりましょう。きっとやれますよ。我々はその道のプロだ。ジョン、
シミュレーション用の家を探してくれ。予行演習が必要だ。はい。他の全員監視を続けろ。はい、はい、しかし、え、我々は対テロ工作に関してはアマチュアだ。はあ。開始から突入まで約24秒です。まあまあの出来だな。奴らのアジトは一戸建ての2階や、監視は交代で4時間ずつ。食事は全員1階で取り、2階残る監視は1人きりです。この時を狙うしかありません。その道のプロに聞いてみたところ、テロリストを鎮圧する方法は大体同じです。ショットガンでいきなりドアを破り、催涙弾をぶち込み、なかなか本格的な訓練ですね。また君か。それで今日は我々にどんな助言を与えに来たんだね。私にも何か手伝わせてもらえませんか。言っただろう、ミスターピトックはお前みたいなアマチュアとは組まないんだ。ローザも監禁されているんです。奴らのアジトにまた近づいたのか。具体的な作戦を聞かせてください。貴様まだ。我々は連中が1階に集まる朝食時に突入する。ピトックさん、ではその時私が2階に突入するってのはどうです。どうやって。なんとかしますよ。手を組んでもいいが、一つだけ約束してくれ。絶対に命令通り動いてほしい。私が宿を辞めた理由を話してあげよう。7年前、ある大きな麻薬取引を摘発するため、双方のディスコに張り込んだことがあった。取引が始まるまでは銃を抜いてはいけなかった。ところが、チームの中に新米の若造がいた。残念なことに奴の心臓はウサギ並みだった。何を思ったのか、奴はいきなりディスコの中で銃を抜いた。我々は売人を取り逃がし、二人の刑事と一人の客の命を失った。それ以来私は素人とは組まないことにした。素人は土壇場で状況を把握できず待つことができない。決行は明日の午前8時ジャスト。1階を制圧するのに5分間。君は銃撃が始まって1分後に2階に突入してくれたまえ。貴様、証拠にもなく。いや、ショットガンでドアを破るときは鍵穴じゃなく蝶子貝を打った方がいいですよ。もう一度確認しておきます。銃撃が始まった後に私は行動を開始すればいいんですね。うん、それじゃあ。ああ、それから念のために言っておきますが、ホフマンは MP5、 ミューラーはウージー、エトカーは G3、 ベッカーはソードオフしたショットガンを持ってます。トニオ、はキートンの素性と経歴を調べるよう手配しろ。はい。ピトックさん、なんであんな男を仲間なんかに。ただの素人ではないかもしれん。尾行に必要な人員は最低7人というこの世界の鉄則を知っていた。ドアの壊し方、重機にも詳しい。まあ、人ではいくらあっても多すぎるってことはないだろう。7時50分、キートンは来ませんね。
おじけづいたらさ、きっと。ん？まずいな。街頭清掃車が来ちまった。そんな！巡回スケジュールだと、この時間にここを通る清掃車なんてないはずだ。キートン。え？考えたな。あれなら2階に突入できる。よし、作戦開始だ。中止ですか。テロリストたちが2階に上がったら人質が危ない。突入するしかない。階段を探す。こいつらどうして1階にいるんだ。よし、ダニエル出してくれ。キート、騙したな。こんな危険な仕事だって一言も聞いてないぞ。君の愚痴は後でたっぷり聞くから、とにかく出してくれ。言われなくてもこんなところ1秒たりともいるもんか。自首したそうだな、ローザレーネは。ええ、おかげさまで。戦闘のプロは奇襲攻撃を受けるとすぐにその場を放棄し、一旦退却してから攻撃に転ずる。あの時君が突然2階へ突入したため、奴らは1階にとどまらざるを得なかった。そこへ我々が突入した。奴らは強撃を受けたと勘違いし、動きが封じられた。つまり1階で奴らを釘付けにして2階の人質を助けるという我々の作戦は最初から計算違いだった。そうだな。賞金もらえたようですね。当局にはこってり絞られたがな。そりゃひどい。テロリストを全員捕らえ、人質を無事救出した功労者なのに。大丈夫か。ええ、なんとか。それにしてもキートンって男すごい身のこなしでした。あっという間に見張りを倒し、俺もあの女も連れ出して。あいつ一体何者なんですか。今日届いた資料だ。大地平賀キートン、母イギリス人、父日本人、イギリス国籍所持、オックスフォード大学出身の考古学者。3年間の軍隊生活の後、イギリス特殊空挺部隊、略称 SAS 入隊。 SAS？ 今は除隊しているが、
兵曹長としてイラン大使館救出作戦にも参加したバリバリのエリートだったそうだ。つまりキートンはプロで、我々は飛んだアマチュアだったってわけさ。過去日、記憶は甘く楽しく美しく美化される。少女の瞳に刻まれた光景は果たして真実なのか。人はそれぞれ偽りの仮面をかぶり日々を過ごす。親友、兄弟、親子、そして永遠の愛を誓った夫婦でさえも。次回、ラザーニェ・キタン。